これはきっと悪い夢よ。起きて、サンセット。起きるの。やだ。寝てない。起きてるよ。いた。私も。レインボーは。そんな、あのレースで私のこと助けてくれたじゃない。何の話してんの？記憶を読んだの。でもその中に私がいない。どうして私たちの記憶が読めるわけ？教えてくれる？これがあるからよ。はっ、どうせ私たちの真似して作った偽物でしょ。みんな一緒に手に入れたのよ。私もいたの覚えてない？なんでこんなに話しかけてくるんだろう。ピンキーパイ、ミュージックバトルの前の日パジャマパーティーしたのを忘れた？はあ、あなたが私のパーティー邪魔したのは1年の時、アップルジャックのふりしてメールしてきた時でしょ。あんたのパーティーはアヒルも気絶するほど退屈だって。あたしそんなこと言わない。あれすっごく傷ついたんだから。それってアヒルさんたちに対しても失礼よ。あの時とはもう変わったの。トワイライトはちゃんと覚えてるでしょ。いろいろ一緒に乗り越えてきた。思い出して。一度しか会ったことない。フレンドシップゲームで怒鳴られた。私が心を入れ替えたことを覚えてるでしょ。そうだ、あの子なら覚えてる。すぐに戻るわ。急いで戻らなくていいわよ。背景プリンセストワイライト、変なことを聞くけど私たち友達？私いい子？お願い答えて。友達に決まってるでしょ。はあ、大丈夫？何かあったの？うまく説明できない。直接会って話せる？そのポニー同士でじっくり。それで何があったの？困ったことになったわね。そんな話は聞いたことないわ。まあでも。何なの？一つ提案があるんだけど、あなたは嫌がりそう。友達を取り戻すためだったら何だってするわ。助けてくれそうなポニーが一人だけいる。でも会ったらお互い気まずいかもしれない。誰なの？ああそっか。戻ってきたと思います。隣にいるからもうお分かりかもしれませんけど。それでですね、自分で話せる？プリンセスセレスティア、最後にお会いしたのは私が弟子の頃でしたね。あなたを裏切ってしまった。そんな言い方しなくても。サンセットが言いたいことはですね、私はもう昔の私とは違います。許していただけないでしょうか。どうかお導きを。ダメだとおっしゃるなら、このまま立ち去り二度と現れません。
会いたかったですよ、サンセット島。あ、本当にごめんなさい。あなたのお友達から記憶を消してしまう魔法があるかは分かりませんが、確かにエクエストリアの魔法があなたの世界で使われたのかもしれませんね。ええ、確かにそのような忌まわしき魔法が使われたのは想像を絶する災いの前触れかもしれない。すみません、あなたが教員の駐車場を使うなって言ってたのを思い出して。その教員の駐車場とやらには大いなる力が宿っていそうだな。わからないことは図書館で調べるのが一番です。100万冊以上の本を調べるなんて燃えるわよね。大丈夫、この図書館は私にとって庭みたいなものだから。あれ、どこ行くんですか？禁断の部屋です。そんなとこが？ちょっと落ち着いて。手伝ってもらうのも悪いわね。私から本を取り上げないで。一つ断っておきますが、ここの本を調べる検索装置はずっと手入れされていません。だったら全部読まないとね。行こうよ。嘘でしょ。びっくり、キャンドルとカンタビルの31巻がある。ね、聞いてる？31巻よ。サンセット、こっからが面白いの。何あれ、エクエストリアができる前に書かれた本よ。ウェンディゴ気象警報。プディングヘッド首相は法律を作ってアースポニーに毎食人参ジュースを飲ませようとしてたんだって。増えたわ、一つ知識が。そうなんだ、面白そうな本読んでるのね。ほう、そろそろ探すのはやめようかしら。はあ、だって私見つけちゃったんだもん。賢いクローバーの7つの試練は知ってる？もちろん。なんで？よく思い出して。これが書かれたのはエクエストリアができる前でしょ。ちょっと見てみて。記憶の石、関係ありそうね。とっても強くて邪悪な魔女が持っていたもので、この石があればどんなポニーの記憶も消せたんですって。記憶の一部だけでも消せる。記憶の一部って私のいいところだけとか？うん、賢いクローバーは何とかしてこの石を壊そうとしたの。だから海を越え魔女を追いかけたんだけど、いつもあとちょっとのところで記憶を消されてしまったの。でも彼は追い続けた。どうやって？彼はこの紙に何があったか書いておいたの。次にどこへ行けばいいかもね。パンくずを落としていくみたいに。賢い。ああ、だから賢いクローバーなのね。魔女は異世界の扉を通ってる。最後のページがない。クローバーが石のある場所を隠すため破いたのかも。サンセット、記憶の石があっちの世界にあるとしたら、誰かがそれを使ってみんなが私を嫌うよう仕向けたのかも。でも誰が？